モンスターズ見てない方は、まあ、ネタバレっていうあれでもないんだけどね、もう作品はみんな知ってるわけだからね、モンスターズね。なんか最後にあの、ワンピースに繋がって熱かったよね。剣豪リュウマとゾロの繋がり。当然、モンスターズっていうのはワンピースが始まる前に読み切りで小田先生が書いた作品なんで、ルフィもゾロも何も出てこないんですけど、あのネットフリックスで見れるモンスターズは、シラノとリュウマとフレアの物語、ドラゴンの物語があって、最後にそのリュウマがワンピースのこいつなんだよっていうね。で、そいつから刀を授かったゾロなんだよっていうさ、スリラーバークのあそこ。刀はもらうが勝負はまたのお預けにしようみたいな感じだっけ、ワノ国の侍みたいな。でドーンって終わるっていうさ、もうめちゃめちゃちょっと目頭熱くなったよね。熱すぎて。リューマドキング、今思うとリューマドキングっていう名前もなんか熱いね。ゾロとキングが戦ったところとかも考えるとね、最後ちゃんと繋げてたよな、あそこ。It's One Piece 大好きもん J-POP。 今回のテーマはこちら、考察会の新常識、キングの真の正体。さあ、今現在ワンピース考察会が一番注目しているキングの正体、ルナーリア族の真実に関する深掘り会でございます。最新話1035話でも衝撃の新事実が続々と投下されております。火災のキングことアルベル、彼は一体何者なのか。早速ですが、この考察の結論から参りましょう。私もちがこれまでの情報、そして今回明かされた新情報をあらゆる角度から見つめ直し、様々な根拠をかき集め、確かな手応えを持ってたどり着くことができた真実。考察界が震えるワンピースの新常識とはズバリ、キングことアルベルが属しているルナーリア族はかつて太陽そのものに住んでいた種族、太陽の民である。いや、太陽の民、さすがにぶっ飛びすぎやろ。はい、この時点の皆さんの心の声はもちろん届いておりますが、私今回の考察はいつもに増して自信ありでございます。絶対に納得してもらえる根拠、いやもはや証拠を揃えたつもりでおりますので、ありえんありえんと切り捨ててしまわずに、騙されたと思ってぜひとも最後までご覧ください。そして全てを確かめていただいた暁にワンチャンあるかもと思っていただけましたら、チャンネル登録そして高評価のほどをよろしくお願いいたします。それでは早速いきましょうか。ワンピース考察会の新常識、キングの真の正体、参りましょう。 It's One Piece 大好きもっち NEXT。 キングの正体を解き明かすために私がまず注目したいのがモンスターズでございます。この作品に関しておそらく大半の方が小田先生の過去の読み切り作品であること、剣豪リュウマのエピソードであること、モンスターズのリュウマとワンピースの下月リュウマには深いつながりがあること、このくらいの認識は持っているのではないでしょうか。しかし実はこのモンスターズ、ワンピース本編に採用された伏線はリュウマだけではないんですよね。剣豪シラノ、皆さんはリュウマのライバルとして描かれたこのキャラクターをご存知でしょうか。非常に癖のある濃いキャラクターとして描かれている剣豪シラノ、小田先生は一体どこからこのシラノというキャラクターの着想を得ることになったのか。剣豪シラノのモデルとなっているであろう人物、それはおそらく歴史上に実在したフランスの剣術家、その名もシラノ・ド・ベルジュラック。やけに耳に残るシラノという珍しい名前、そして剣術家という共通点、さらにはワンピースの D にも通ずる生と名の間に用いられた銅、この時点で十分にオマージュ採用そのものには自信を持つことができるわけですが、それ以上にこの実在したシラノ・ド・ベルジュラックその人、もっと言えば彼が歴史に名を残したゆえんにもなっているとある有名作品がこの考察の重要な鍵となります。剣術家であるとともに優秀な小説家でもあったシラノ・ド・ベルジュラックが残した有名作品、キングの正体、ルナーリア族の真実を暴き出す上で最初の取っかかりにして最大のヒントとなるのが月世界旅行記。ワンピース好きにとって決して無視することのできない月世界というワードが用いられたシラノ・ド・ベルジュラックの代表作、この作品ガリバー旅行記やトム・ソーヤの冒険といった世界的有名作品と肩を並べるほどの秀作なのですが、意外とご存じない方も多いのではないでしょうか。それもそのはず、シラノの月世界旅行記はなんと1726年に初版が発行されたガリバー旅行記よりも70年も昔、1657年に刊行された作品で、冒険小説のパイオニア、SF 小説のパイオニア、そんな類まれなる特徴を持つ作品となっております。
要するに冒険小説好きにとっては定番の一冊ではあるものの、一般的に見ればそこまでメジャーな作品ではないというわけです。ただ我らが尾田栄一郎先生が世界中の様々な作品から刺激を受け、ワンピースの中にオマージュという形で取り入れていることは周知の事実でございます。であるならば、この冒険小説の礎ともいえる月世界旅行記の要素がワンピースの重要設定に用いられていてもおかしくはありませんよね。さあ、全ての鍵を握る修羅野の月世界旅行記のストーリーとは一体どういったものなのか、続いての段階に進んでまいりましょう。知る人ぞ知る修羅野ドベルジュラックの月世界旅行記。もちろんこの作品は想像力をフル活用したフィクションの物語となるわけですが、その構成を簡単に説明するとしましたら、今でいう旅ブログのようなイメージ、あくまでも自分自身の身に起こった体験談という形で進行していくストーリー構成となります。ですので当然月世界旅行記の主人公は修羅野ドベルジュラック本人です。修羅野は月に行ってみたいという純粋な欲求から、なんとかたどり着く方法はないかその可能性を模索、そして導き出した答えがなんと気球システム。修羅野は容器の中の空気を温めるという方法で体を浮かせることに成功し、上空へと旅立ちます。紆余曲折を経てなんとか無事に月面にたどり着いた修羅野、彼がこの地で出会うこととなるのがまさかまさかの老人、雷を扱う大天使、獣人たちでございます。そうなんです、修羅野の月世界旅行記にはワンピース考察会で最も重要な要素である扉絵連載エネルのスペース大作戦の要素がちらほらと見え隠れしているんですよね。まずは気球システム。からくり島で月見博士によって生み出されたロボットたち、彼らが月にたどり着いたその方法は風船でございました。そんなんで月に行けちゃうのと当時感じてしまっていたこの描写も月世界旅行記オマージュであると考えれば辻褄は合ってきます。そして老人、月見博士がそもそも老人であったこともそうですが、何よりもその月見博士が生み出したロボットたち、そして古代都市ビルカに眠るロボットたち、彼らは全て白い口ひげを蓄えた老人型ロボットとして描かれてるんですよね。必然性を感じることができなかったこの描写に関しても、修羅野が月で出会った老人をイメージしているとすれば納得感が生まれてきます。雷を扱う大天使、これはまさにですよね。ゴロゴロの実の能力者のエネル、大天使と神という若干の違いはあれど非常に高い一致率となります。最後は獣人、もちろんこれはミンク族ですよね。何にも遮られない満月を直視することでスーロン、いわゆる月の獅子に変身することができるミンク族。物語上まだ完璧に明かされているわけではないのですが、ミンク族と月には深いつながりがあることはほぼほぼ確定と言えるわけです。さあ、月世界旅行記とワンピース、この一致率を考えれば尾田先生が月世界旅行記を部分的にオマージュしていること自体は疑う余地すらございません。ただ今回のテーマはキングの正体、ルナーリア族の真実でございます。そして残念ながら月世界旅行記には発火する種族も黒い翼を持つ種族も登場することはありません。ならばなぜキングイコール太陽の民なんていうとんでも結論を自信満々に発表できるのか、その理由はズバリ修羅野ドベルジュラックが残したもう一つの物語、続編パートとして月世界旅行記と対をなす有名作品でもある太陽世界旅行記でございます。さあ、だいぶもったいぶってしまいましたが、月世界旅行記の続編太陽世界旅行記では何が描かれているのか、そのあらすじをざっくりとお話ししていきたいと思います。前編となる月世界旅行を終え、なんとか地球に帰還した修羅野、次の目的地は太陽世界となります。太陽世界は灼熱の世界、周囲は太陽フレアによって超高熱の炎が吹き荒れており、当然容易に近づくことはできません。しかし太陽の黒点にあたる部分が大陸のようになっており、その部分でなら生存できるという世界観でストーリーが進行していきます。灼熱の炎を避けながらなんとか太陽世界に到着した修羅野、そこに存在していたのは鳥の国だったんですよね。一言でまとめるならば、鳥たちが言葉を話し人間を殺そうとしてくる世界、そんなイメージでしょうか。詳しい展開に関してはここでは割愛しますが、この鳥の国で主人公修羅野と運命的な出会いを果たし深いつながりを持っていくことになるキャラクターがなんと黒い翼を持ち白毛を有している一匹の鳥でございます。さあ、全てがつながりました。
小田先生が生み出した黒い翼、白髪、褐色の肌という特徴を持つルナーリア族は、太陽世界旅行記で白野が出会うことになる、この鳥から着想を得ているのではないか。これが私もちがたどり着いた結論でございます。キングイコール太陽の民、おそらくは考察会初となるであろう大胆結論。最後にこの説を用いることによって回収できる作中の伏線を紹介してまいります。自然界のあらゆる環境下で生存できる怪物、こちらはクイーンのセリフですよね。ルナーリア族が仮に地上でも水中でも空中でも生きられる生物だったとしても、自然界のあらゆる環境下という表現は大げさすぎる印象があります。そしてここに宇宙空間が加わったとしても、いやいやエネルも普通に宇宙空間で生存できてたやんと感じてしまう方々もいるはずです。しかしもともと太陽世界に住んでいたルナーリア族はどんな灼熱の炎にも耐えられると仮定すればどうでしょうか。パンクハザードで政府が幼少期のキングに対して行っていた耐久実験は、もしかしたら超高温の炎に耐える実験だったのかもしれません。マグマみてえな炎だ。こちらはゾロのセリフ。この場面でゾロはキングの生み出す炎が明らかに普通の炎よりも高温であることを示唆しております。マグマの平均温度が約1000度、太陽の表面温度が約5000度であることを考えますと、このセリフもルナーリア族が太陽の民である一つの伏線と考えることができるのではないでしょうか。太陽フレア、これは宇宙好きの方にとっては説明不要の現象かもしれませんね。太陽フレアとは、太陽表面、主に黒点付近で時々起こる爆発現象でございます。これはもちろんゾロ VS キング戦で描かれた謎の爆発現象とつながりますよね。改めてこの場面を確認してみますと、ゾロが自らの刀でキングを刺したその瞬間に爆発が起きております。実際のフレア現象が黒点付近の磁場の変化が大きな要因の一つになっていることを考えると、おそらくですがキングの体の一部に金属を近づけると爆発が起こる、そんなシステムだったのではないでしょうか。さあいかがでしょうか。白化する種族、黒い翼、白髪、自然界のあらゆる環境下、マグマみてえな炎、爆発現象、これまで全くもって説明することができなかったルナーリア族に関する全ての謎が、シラノ・ドベルジュラックの太陽世界旅行記によって紐解けてしまうんです。ここまで説明してもなお偶然じゃねと感じている方いらっしゃいますでしょうか。わかりました。そんな方のために最後の最後、とどめの根拠を提示させていただきます。キングの正体、ルナーリア族の謎を紐解く上で最大のヒントとなったモンスターズ、主人公リューマドキングとそのライバル剣豪シラノ、この2人の登場人物に負けず劣らずの重要キャラであるこの作品のヒロインの名前がなんとフレア。双子タイガーさん800回ありがとうございます。もち先生こんばんは。ルフィの夢の果てにたどり着いたので先生の意見が聞きたいです。シッシ、俺はなワンピースを見つけて海賊王になったら一味全員で王様になって世界を征服する。そしたら戦争もなくなるだろう。腹いっぱい飯が食えて世界のみんなが友達になれる、そんな新世界を作りたい。それが俺の夢の果てだと。一味全員が各国の王様になってピンチが来たら全員で助けに行く。国同士の争いがない世界イコール自由で平和な世界、世界征服というガキっぽい夢。子供ルフィの友達がいなかった過去、夢の果てを聞いた一味の全員の反応、特にウソップ、ジンベイ、サンジ、ナミのセリフを参考にしました。モチ先生よろしくお願いいたしますと。そしたら戦争もなくなるだろう。腹いっぱい飯が食えて世界のみんなが友達になる、そんな新世界を作りたい。それが俺の夢の果てだわ。もう全部いらねえんじゃねえ。もう一味全員で王様になって世界を征服するんだでいいんじゃない多分考察動画にするんだったらね。一味全員でというか、俺は海賊になって世界を征服するんだでいいような気がするけどね。なんかそこシンプルにしたよね。なんかね。しそうか、俺はな、なんだかなんだかなんだってぐらいにしたよね。
これ分かってもらえる？そのサイズよ。夢の果てのサイズ。そこをなんかシンプルにしたいんだよな。で、世界征服はなんか逆にありですよね。世界征服は確かにバカっぽいね。確かにね、バカさがある。で、しかも示唆もあるよね。独立国家を作ったっつって、サボが天竜ビジョンにね、撃たれちゃった後に、エースの国、ルフィの国ってやってるんで、国王とか、王様になるとか、その辺は幼少期のルフィに示唆があるんで、あれもなんか夢の果てと繋げるべき案件ではあるよね。なんか意味深だよね、あれね。独立国家っつってさ、ダダンお前たちの国なっつって、エースの国、ルフィの国って、なんか違和感はあるんだよね。なんで急にそんなことし始めたのかもそうだし、秘密基地みたいな、俺の国だみたいな、なんか子供っぽさみたいなのを描くためにあのシーンを小田先生は入れ込んだのか、それこそ夢の果てとか、この世界に対する真理みたいな、何かを表現するために入れ込んだのかで、なんか後者のような気がするよね。後々意味を持ってきそうな、独立国家っていう言葉。そう考えていくと、政府所属の黒ひげ王国とかっていうのも、なんか常々似て描かれているルフィと黒ひげですけど、似てるっていうことになりそうだよね。国を作るとかさ。黒ひげの夢の果てとかもなんか考えたりもするんすけど、結局世界の王になろうとしたのがロックスで、でロックスいいやつ説とかも出てますけど、なんかその辺がこう一つになりそうで、一つにならない。かなり絶妙な未回収伏線ということですよね。ルフィの幼少期のあれも。まあ、世界征服でちょっとチョッパーが目を輝かせてんのが、麦わらの一味の表情を全員が納得いく答えって、マジで無理なんだよな。うん、まあ難しいところだね。ちょっとね、夢の果てがどうなるのかというのは、引き続き考えていきましょうと。KT さん1600ありがとうございます。こんばんは。3回目のスパチャですよ。ありがとうございます。よろしくお願いします。ボニーのお守りって、セラフィムパシフィスタに対して、意見順位1位のペンダントなのでは、セラフィムクマの見た目のパシフィスタがボニーを守るからお守りなのかと。ボニーとセラフィムの年齢も大体合うし、お守りと支持するリモコンの色が一致する気がします。ああ、なるほど。セラフィムパシフィスタを率いるボニー海賊団になるのかも。すごい先を言ったね。人の考察のね、矛盾点をつきたくないですけど、だとしたらベガパンクが知ってるはずなんだよな。ボニーに渡したペンダントに、意見順位のトップの性質があると。で、セラフィムもパシフィスタもボニーを助けてくれる。だからお守りなんだっていうのはすごい素敵なんですけど、ただのお守りのようなんじゃがって渡してるんだよね。その意見順位をさ、どうこうできるチップなんて作れるのベガパンクだけなんで、そのペンダントをボニーに渡してる時にやっぱり伝えてなきゃおかしいんだよね。じゃないとクマが単独でセラフィムとパシフィスタの意見順位をこう最高レベルに引き上げる知識を持ってたことになっちゃうね、クマがね。ただ素敵ではあるんだよな、それは。セラフィムもパシフィスタも脅威とされてまして、で五老星が意見順位が一番上で、かなり絶望的な状況だと。ただクマの切り札、このペンダントが起動したら、セラフィもパシフィスタも全部自分の味方になりますって、ある種のハッピーエンドで、その後の脅威がなくなるチートアイテムだと思うんですけど、そうなると物語的にメタ的に考えてもあまりにもハッピーエンドすぎるというか、かなりボニーに都合が良すぎる感じがしますけどね。であとはさっき言ったベガパンクが知ってないのがおかしいっていうね、その一点でしょう。